チャンネルジョッ。こんにちは。さあ今日もですね、はい、炎上させます。炎上いやでも私ね、もう信じてないんです。え、なんですか？炎上します、炎上しますって言うじゃないですか、うん、言うとみんな同調して、いや加藤さんと同じ意見だって、みんな全然炎上しないですもん。いや今日はもう、はい、切り込んでいきますから。今日こそ炎上します。炎上しちゃいます。もう多分炎上してるかもしれないです。もうでもあれですよ、なかなかいないですよ炎上したい人って。いやいや、もう炎上してでもやっぱ言いたいことは言いたいっていうね。あ、そうですね、うん、まあ、炎上覚悟ってことですね。そうそう、炎上覚悟です、はい、だからもう今頃ね、炎上してバーってなってるかもわかんないですけども、はい、まあ、まだなってないから喋ってないからね、はい、これからです。これからなるかもしれない。はい、あえて言おう、はい、大谷翔平二刀流やめよう。そんなこと思います？ええ、今だってめちゃくちゃいい調子じゃないですか。そうなのよ、打つし、うん、ホームランすごいし、うん、ピッチャーの方でもいいし、うん、二刀流で大成功じゃないですか。そうなの、うん、でもあえて言う、はい、二刀流はやめようって。いやだからね、はい、まあ、なんでかっていうと、うん、今ピッチャーもすごいよ、今年ピッチャーもやって打席数も減らさないで、はい、試合も投げた後出たり、でもやっぱり若干力がちょっとね、疲れで落ちてきてるっていう部分も、はい、否めないとこもあるじゃないですか。そうですか、うん、ちょっと疲れててね、はい、っていうところも今後出てくるかもわかんないじゃないですか、今後ね、はい、で考えた時に、うん、すごいのよ、はい、いや、いいなと思うけども、はい、あえて言いたい、うん、ホームラン王行こう。ああ、なるほど、そ一点に絞ろうっていうことですか。いや、今だってホームラン1位じゃん、はい、打点も結構いいところやってんだよね、はい、34打点と、はい、今の成績がですね、打率2割6分8厘、うん、ホームラン14本、打点35、うん、で盗塁も6してますね、うん、で、はい、あの28長打、うん、104塁打は両リーグトップなの。おお、すごいじゃん。はい、めっちゃ打ってますね。ね、うん、ってなった時によ、はい、まあ、日本人の出身のピッチャー、はい、で、過去すごい人、まあ、去年ね、マエケンがサイ・ヤング賞2位の、はい、こう投票率で得たりとかね、ダルビッシュもそうだし、はい、野茂英雄さんとか、はい、ね、うん、あ、石井和久さんとか、うん、今までピッチャーでね、上原さんね、その最後胴上げ投手とか、うん、オールスターね、はい、長谷川さんとか斎藤隆さん出たとかね、うん、そのピッチャーですんごい日本人の人たちいっぱいいるじゃん、うん、います。ってなった時に、はい、今大谷翔平が今年ピッチャーの成績が、うん、今は1勝なのね、はい、防御率 2.3 なの、うん、だすごいよ、投げて打ってるからね、はい、これすごいけども、はい、もう俺はあえて言いたい、大谷伝説作ろう、うん、いや伝説作ってるよ今もね、今も伝説ですよね、今もすごい伝説作ってるんだけども、はい、うん、もしよ、はい、日本人でよ、うん、メジャーでホームラン王になったらすごくない？いや確かにそれはすごい。え、今までもちろんいないわけですよね。いないいない、うん、だから首位打者はね、はい、イチローさんとか、はい、ね、最多安打、うん、イチローさんとか、はい、いるけども、うん、ホームラン王っていないね、うん、しかもよ、はい、まあ、じゃあホームラン王で渡米したのは、はい、まあ、松井秀喜さんですね、はい、あの2003年から、うんうん、で2002年にホームラン50本、はい、打って日本で通算332本ホームラン打って、うん、2003年からヤンキース、2012年までメジャー行って最多が31本、はい、メジャーでのメジャーで2004年に31本が最多で、打点は116が2005年で最多なの、はい、31本、うん、今大谷が45試合出て14本、あと試合数何試合あるんだ、多分3分の1ぐらい終わってるね今ね、はい、まあまあ余裕で42本の計算だ、ね、計算だと、はい、だからホームラン王チャンスあるやん、はい、で、まあ、今ね筒香も行ってる、うん、でもちょっと苦労してる、はい、歴史作ってほしくない？日本人でメジャーでホームラン王ってやばくない？いやー夢ありますね、うん、だからもちろんね、うん、それ二刀流で今もすごいよ、うん、そんな誰でもできんし、やってることもすごいし、うん、いやそれはもうね世界が、うん、称賛する活躍だと思うけども、はい、うん、ホームラン王みたいなっていう、まあまあ確かにそうですね、で両方すごいけどどっちかに絞ったらさらにどっちかがそうそうそうあった方がいい可能性はね、うん、ありますもんね。このままいったらよ、うん、まあ、ピッチャーって勝ち負け、はい、チームのも影響するじゃん、はい、エンゼルスって今弱いのね、はい、だからその勝ちってなった時にピッチャーの10勝ひょっとしたらできないかもしれないじゃん、はい、でもホームラン王よ、はい、いやそれは見たいですよ。だってさ、うん、仮に10勝、うん、じゃホームラン30本で、うん、どっちもタイトル取れなかったら何も残んないのよ。二刀流すごいだけになるのよ、はい、記録として残んないじゃん、はい、ホームランをメジャー、まあ、まあ
日本人のホームラン王よ。ちょっと見てみよう、はい、ちょっと待って。日本人のタイトルはダルビッシュ、はい、最多勝、うん、去年ね、はい、最多奪三振、95年野茂さん、うん、2001年野茂さん、はい、2013年ダルビッシュがピッチャーのタイトル、ね、はい、で首位打者イチローさんが2001年と2004年、はい、で盗塁王イチローさんが2001年、うん、でワールドシリーズ MVP 松井秀喜さん、おー、でリーグチャンピオンシリーズ MVP 上原さん、うん、シーズン MVP イチローさん、はい、でオールスター MVP イチローさん、でシルバースラッガー賞がイチローさん、2001、2007、2009年でゴールドグラブ賞がイチローさんが2001、2、3、4、5、6、7、8、9、10すごい、いや改めてすごいですね、はい、でフィールディングバイブルアワード、うん、2006年から創設されて、はい、6、9、10年イチローさん、はい、だほぼイチローさんです、うん、で週間 MVP はね、うん、松井秀喜さんとかイチローさん、岩隈、はい、大谷翔平っていうね、うん、いますし、月間 MVP も野茂さん、伊良部さん、はい、イチローさん、松井秀喜さん、マー君、ダルビッシュ、うん、います。野手だとほぼもう本当イチローさんしかいないですね。いない、うん、ってなった時によ、はい、ホームランを見たいね。見たいです。だって野手はもう首位打者と盗塁王しかないから。そうですね、ホームラン王、打点王はいないのよ、うん、でピッチャーで言ったら、はい、最優秀防御率がいないのよ、うん、はい、ってなった時によ、うん、やっぱ二刀流ってなると規定投球がいかないと思う、うん、はい、そしたら防御率いけないじゃん。でホームラン、今1、はい、うわー、でもすごい狙えるとは思いますよ、うん、狙えるけど、じゃあもうピッチャーやめたってなった時に、でもホームランだからまあ、やってもいいけど、はい、もう月2回ぐらいでしょ。ああ、でもそれはありですね。なんかもう、やめちゃうのはもったいないじゃないですか、うん、月2回ぐらい、毎週やめて、うん、月2回ぐらい、はい、どう、もしくは10日に1回、え、見たくね、見たい。いや、日本人のメジャーリーガーホームラン王、うん、歴史変えるよ。そしたら今度ね、はい、子供たちが、あ、ホームラン、だから今まではね、日本人のメジャーでの活躍の打者、はい、どちらかというとイチローさんタイプのように、うん、安打製造機、うん、もしくは走るの、でフィールディング守備力うまい人たちが通用しやすい、だから秋山とかいいんちゃうかとか青木とかっていうところ出たけど、はい、ホームラン王ってパワー系はやっぱメジャー無理だよっていう、うん、で筒香行った、はい、あんまり状態結果的に良くない、まあ、で松井秀喜さんも日本で50本打てたけど、はい、最多が31本、うん、なかなかちょっとメジャーでのホームランパワー系でホームラン王の壁は厚いって言われてたのが、うん、2021年、うん、いけるのよ。そうですね、今1位。いや確かに、しかもよ、うん、あのグリーンモンスタートーンで入んのよ。いや本当あれびっくりしましたね、うん、それであのインコースの振りかぶったやつ行くのよ。なんか当てただけみたいなのがヒューッと飛んできましたよ、うん、ってなったらよ、はい、見たいやん。 MLB アワード2021年、うん、ホームランキング翔平大谷って言うんだよ。やばくない？いややばいですね。だからもうやめよう二刀流。いやただやめないでほしいんですよ。いや月1回にしよう。月1回はもう調整できないんじゃん。できない。難しいとそこね、分かるすごいよ、うん、けども、うん、だからこう今日はもうあえていようっていう、はい、大谷がねやっぱ良くなったのはね、うん、足怪我して、うん、そこね、トレーニングだからやっぱトレーニングして体が大きくなってるのと、はい、やっぱ足のねしっかりとしたそのバランスと強化によって軸がぶれないようになってるところがパワーをしっかり伝達できるところだと思う。でしかも今までよりパワーついたから、はい、ここがこうかぶってないの、うん、こうだから捻転いらないのよ、力出るとか、はい、うまく捻転しないでもパワー出せるようなフォームがしっかり仕上がってるから、はい、それ多分故障したことによって、まあ、トミー・ジョンとかね、うん、あの膝とか故障したことによってその期間強化に当てられて、うん、体がフルモデルチェンジして、はい、一気に強くなってると思う。パワーびっくりしましたもん、うん、だからあの怪我の巧妙ってやつだよね、はい、そこでしっかりトレーニングできたから、うん、もうニューボディ手に入れて、はい、まあ、えげつないじゃん。そうですね、いい方向に向いてよかったですね。そう、うん、だからやっぱ怪我しても、はい、復帰した時にさらに良くなった自分自身と合わなきゃいけないから、うん、そういった部分ではその、ね、いろんな科学的トレーニングとか今ね、はい、ボールいろんな使ったりとか、うん、こうなんかストレスチェックしたりとか、はい、こう最新の科学をね、うん、こうやりながらトレーニングした成果が出てると思うけども、その中で、うん、ホームラン1位、はい、やめようか。うわー、迷うなー。いや、すごいよ。これでもし万が一二刀流でホームランになったらすごいけど、でも二刀流でホームランだったらさらにすごいですよ。すごいけど、そんな甘くないじゃん、ライバルたちも。でも今と1位だから。今1位でもうよ、はい、そんなゴールの前で抜かれたらきついじゃん。はい、もう抜かれそうになったら。いやいや、もう今接戦だから。一本二本差だから。いや、確かにそうですね。まず来年しようよ、二刀流。え、あの、こ
これ質問なんですけど、じゃあもし今年だけもうピッチャーは捨てますってなったら、うん、また来年もピッチャーできるもんですか？できるんじゃない？だって今まで日本でも、はい、二刀流を1年間続けたこと1回もないから。どっちかでピッチャーとかどっちかにバッターにいつか触れるから。まあそうですね。そう、日本の時もね、はい、でアメリカの時もどっちかが調子悪かったりちょっと怪我してどっちかに触れることもあるから、はい、今は全部の状態いいから両方やってるけども、はい、途中でどっちかに触れる可能性もあるし、はい、今も結構登板間隔長くなってきてるから、はい、そういったことを考えたらもう10日に1回ぐらいでいいんちゃう、投げても。そうですね、それ最悪。俺は月にでもいいんちゃうかと思うけど、はい、なんか今なんかそれで調整できるんだったら、あ、じゃあもう今シーズンは投げ直せんでもいいなってちょっと思ってきた。いやホームランね、それはもう、はい、何言ってんやって言われるよ、はい、ダルビッシュとかに、うん、この老害がお前やってんだからって。文句言われるけど俺はファン的によ。はい、あ、ファンなんですね。もういや、そう、野球ファンとして、そう、はい、日本の野球の未来を明るくするとともに、ホームラン王よ。いや、まあ、確かに二刀流も今後出ないかもしれないけど、はい、ホームラン王も今後出ないかもしれないじゃん。可能性はありますね。ピッチャーの記録はもうダルビッシュとかマイケンとかは頑張って作ればいいわけ。サイヤング賞、ダルビッシュサイヤング賞頑張って、はい、で取ればいいわけ、うん、ダルビッシュが、はい、そしたらホーム野手大谷できるじゃん。確かにホームランを取れる人はこの先いつ出てくるか分かんない。いないじゃん、はい、なかなか。しかも今1位よ、はい、今これがね、うん、もう5本ぐらい上げられての8位とかだったらそんなこと言わないよ、うん、はい、1位、うん、ホームラン王よ、メジャーよ、キングよ、歴史変わるよ。ピッチャーやめるか。そう、俺はもう、もういい、もう思い切ってホームラン王やろうと思うけど、はい、でもやっぱりそう、二刀流っていう人もいるじゃん、うん、はい、で別に俺は二刀流を反対派じゃないもんね、はい、ただホームラン王っていうすっごいのが目の前にあるから欲しいじゃんって思うだけ。はい、じゃあそうしよう。それする？私は許可しました。じゃあやめた、はい、月2とかじゃなくて月2、今シーズンはいいよ。いや、皆さんどう思うかだね。そうですね、皆さんどういう風に大谷選手がやっていけばいいのかっていう、ね、うん、聞いたよね、はい、俺はもう思い切ってね、うん、もうあえて言おうと、はい、ホームランを目指そうっていう。それはもう誰しも見たいと思いますね、うん、だから歴史が変わる2021年見たよね。で今このコロナ禍でね、はい、いろいろ苦労する中、大谷の活躍でね、うん、何かがパッと明るくなったらいいじゃんね、はい、それじゃキングよ。盛り上がりたいですね、うん、ゴルフは松山君がマスターズで勝って、うん、野球は大谷がホームラン王になって、うん、ダルビッシュがサイヤング賞を取って、はい、だからもうそれでいいじゃんね。いや、もう東北の力すごいな。すごいね、はい、そう考えたらそう。いや、そうなんですよ、結構、うん、ね、結構東北からね、いい選手がいっぱい出てるんでね、うん、はい、ということでね、はい、皆さんどう思うかね、コメント欄でぜひ。